こんにちは、ミントです。現役 F1 ドライバーで世界中のファンから最も愛されているのはキミライコネンではないでしょうか。2001年にザウバーから突如現れた無名のドライバーは、初の F1 走行の翌日、当時フェラーリの皇帝ミハエル・シューマッハもザウバーのピットに駆け寄るほどの異次元の速さを見せつけたのです。歴代ファステストラップでは現在最強を誇るルイス・ハミルトンよりも上位の単独2位を誇るライコネン。今回はそんなキミ・ライコネンについてのお話です。なぜこんなに愛されるのでしょうか。ライコネンは北欧フィンランド出身のフライングフィンの一人です。5歳の時にモトクロスに乗り始め、8歳からカートを始めました。先日の動画でもご紹介した通り、フィンランドのスリッピーな路面やカート文化が速いドライバーを生み出しているのです。そして20歳になった1999年に初めて四輪デビューを果たしました。近年の F1 ドライバーとしては四輪デビューが非常に遅かったと言えますね。しかし翌2000年にはイギリスのフォーミュラルノーで10戦7勝、2位1回、3位2回という全て表彰台に上る快挙でタイトルを獲得したのです。実は翌2001年からは全日本 F3 に参戦する予定だったと言われているんですよ。このとんでもない才能に F1 で若手発掘に定評のあったペーター・ザーバーが目をつけ、 F1 の合同テストに参加させたのです。初日は激しい F1 の G により首が持たず、当時ザーバーのレギュラードライバーだったペトロ・ディニスの 2.5 秒落ちのタイムを記録。そしてテスト2日目にはいきなりディニスよりも速いとんでもないタイムを叩き出したのです。このタイムはフェラーリのシューマッハから1秒落ちというとんでもないタイムだったため、シューマッハがピットに駆け寄り、誰が走ってるの、彼速いよと驚いたのです。現在では下位カテゴリーでの実績が足りないため、スーパーライセンスポイント不足で F1 への参戦は認められませんが、当時はこのような大抜擢があったのです。 FIA は実績の乏しいライコネンに対し4戦のみのライセンスしか与えず、危険な走行、結果がなければ即座にライセンスは無効となるはずだったのです。しかし開幕戦でいきなり入賞を果たし、計9ポイントを獲得し、ザウバーはコンストラクターズ最高位の4位を獲得したのです。そしてマクラーレンに電撃移籍し、あのシューマッハとタイトル争いを繰り広げるなど活躍し続けているのです。この時フィンランド人特有のどんな時にも冷静で冷ややかなライコネンをロン・デニスがアイスマンと命名したのです。ライコネンのメディア嫌いは非常に有名で、インタビューなどもそっけない態度で受けたりします。レース中のチームとの無線のやり取りでは、ほっといてくれなど暴言を吐き捨て、次のレースにはその T シャツを作りチームに配るというジョークも非常に話題となりました。このほっといてくれ T シャツやパーカーは市販されたので、日本のファンでも買った人は多いですよね。またモナコでの決勝レースでは途中でリタイアしてしまい、そのまま自分のヨットに行き、上半身裸でくつろぐ姿も披露してくれました。そんな愛されキャラのライコネンは2019年、自身を拾ってくれたザウバーにまるで恩返しのように移籍しました。残念ながらザウバーという名前は消滅してしまいましたが、テストでは好調ぶりを見せ、ピットで自分のシートの壊れた部分を修理する姿も世界中に発信され、ライコネンらしさを見せてくれました。歴代2位のファステストラップを記録してはいるものの、マシンの信頼性不足などによりタイトルは1回のみとなっているライコネンですが、間違いなく記録より記憶に残り続けるドライバーですよね。今年からザウバーのチーム名はアルファロメオとなります。75歳になったペーター・ザウバーもライコネンの復帰を喜んでます。もし可能なら表彰台、そして優勝を見せてほしいものです。2019年の F1 はホンダをはじめ、デビュー、移籍した若手、そしてライコネンなど見どころがあり楽しみですね。でも
応援する人が多すぎる場合はどうしたらよいのでしょうか。誰か教えてください。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。